皆さんは SIM インベストというアプリをご存知でしょうか。今回このアプリのアンバサダーとして BTS のテテが起用されました。2023年6月11日には SIM インベストとテテがコラボしたファンミーティングも開催されて、さらなる盛り上がりを見せました。そんな SIM インベストの投資イベントに参加したテテが、ある一人の女性にした行動について話題となっています。そこで今回は SIM インベストのイベントでテテが起こしたある一人の女性への行動についてご紹介します。日本人にはあまり聞き慣れない SIM インベスト。テテがこのアプリのアンバサダーを務めることになった時、多くの日本人アーミーにとっては何のブランドだろうと思った方も少なくはなかったはずですよね。それもそのはず、SIM インベストはインドネシア国内向けの投資専用ファイナンスアプリです。このアプリは投資をしながらポイントを貯めたり、配信される経済ニュースや情報を閲覧して参考にすることもできる、とても優れたアプリなのです。また無料の投資口座もあることから、投資初心者の人でも様々なサービスを使いながら投資の楽しさを実感することができるのです。さらに手厚いカスタマーサポートも完備されているため、安心して使用できるところもポイントなんだそうです。 SIM インベストはインドネシア国内での使用を目的として開発されているアプリなので、日本語には対応していません。また日本からこのアプリを通しての投資もできないために、日本人アーミーの皆さんが使用する機会はほぼないのではないかなと考えられます。近年日本でもいろんな投資が登場し、お金持ちそうでない一般の方でも少しずつ馴染み深いものになりつつありますよね。しかしまだまだ手厚い信用があるわけではなく、投資なんて怪しいという考えを持つ人も少なくはありません。そんな中、舞い込んできたテテの SIM インベストアンバサダー就任というニュース。テテはこれまでにアクセサリーやファッションブランドのアンバサダーに就任した経験はあるものの、投資アプリのアンバサダーにも選ばれるとはアーミーたちも驚いた様子でした。しかしこの SIM インベストという投資アプリを運営しているのはインドネシアの大手証券会社であるシナールマス証券という会社で、インドネシアを代表する財閥系の大型金融グループが運営しているんだそうです。また SIM インベストは愛の不時着で大人気となった韓国俳優のヒョンビンさんを2021年のアンバサダーに起用したこともあります。そのためテテは2人目の韓国人アンバサダーとなるのです。そもそもなぜ今回 SIM インベストのアンバサダーにテテが選ばれたのでしょうか。SIM インベストを運営しているシナールマス証券の代表取締役であるフェリータリエさんは、今回のテテの起用について次のように語っています。 BTS のテテの情熱、才能、創造性、エネルギッシュな性格は、若い世代に SIM インベストのサービスを紹介するのには最適な人物と言えるでしょう。意義のあるプロジェクトが誕生することを楽しみにしています。この挨拶からわかることは、今回アンバサダーにテテを起用することによって若い層のニーズを増やそうという戦略を立てていることです。現在 K-POP の人気は世界中に広まっており、その中でも BTS はレジェンド級の人気を誇っています。アイプライス社の調査によると、 K-POP の中でも BTS と提携した企業では、アーティストとのコラボ後にブランドに関する検索をしてくれる人たちが 80% 以上も上昇したんだそうです。この BTS の実績だけでなく、テテの人柄やエネルギッシュな姿が現在の SIM インベストに最適だと判断され、アンバサダー起用となりました。2023年6月11日に韓国ソウルにて SIM インベストが主催する投資イベント SIM インベスティバル Goes to Korea が開催されました。このイベントは抽選に当選した SIM インベストアプリ利用者80人のみが参加可能だったようで、会場はステージと客席がかなり近い距離で行われました。
テテはイベントがスタートしてから約1時間後に登場し、観客に挨拶をしたり、ファンミーティングのように20分ほど司会者の方とトークをしたり、写真撮影を行ったりしました。ベージュのジャケットにスタイリッシュなパンツを見事に着こなして登場したテテ、さらにピンクベージュのような美しいブロンドヘアを公開し、会場にいた観客から大歓声が上がりました。まさにダイナマイトの時のようなテテの姿に、アーミーからはテテの金髪姿は輝かしすぎる、黒髪も似合うけど金髪テテの破壊力は半端ないなど、彼を大絶賛する声が寄せられていました。テテはステージに登場すると緊張した面持ちをしながら胸に手を当ててインドネシア語で挨拶をしました。会場は韓国であったものの、企画会社がインドネシアであることや、このアプリの利用者がほぼインドネシアの人たちであるため、テテはインドネシア語を披露してくれたのです。これには参加者も大喜びでした。司会者の方とトークをしている中で、インドネシアの好きな食べ物についての話題となりました。テテはこれまでインドネシア料理の中ではナシゴレンという料理しか食べたことがないと言います。そこでおすすめしていただけたらと促すテテに対して、司会者は観客席に向かっておすすめのインドネシア料理を尋ねました。その中からパタゴルというインドネシアの豆料理を勧められたテテ、しかし僕豆は好きじゃないんですと申し訳なさそうにしながらも素直に答えてくれました。他にどんなインドネシア料理があるか、いろんなメニューが飛び交う中、テテは辛いものが好きではないですという声が観客席から聞こえてきました。するとテテは嬉しそうににっこり笑いながら指でグッドサインを出したのです。この会場に自分のことをよく知ってくれてるアーミーがいてくれたことに嬉しく思ったのか、一気に緊張感が解けたように微笑んだテテ。その瞬間のテテの反応がとても可愛らしかったです。辛いものが好きではないというテテの情報をつかみ、再びインドネシアのおすすめ料理候補を挙げていく観客たち。するとテテが突然ピンクのスマホケースを持った女性を指名したのです。指名されたデラさんという女性は韓国語が上手なインドネシア人の女性でした。彼女はアーミーのようで、テテが辛いものが苦手なことも、 BTS メンバーがお肉好きであることも知っており、ソトベタウィというインドネシア料理をおすすめしてくれたのです。デラさんがテテだけでなく BTS メンバーの好きな食べ物についても知っていたことに大喜びしたテテは拍手をしながら満面の笑みを浮かべました。彼女が自分たちのことについて詳しそうだと感じ、テテは指名したのではないでしょうか。今回はシムインベストのイベントで、ある一人の女性へテテが起こした行動についてご紹介しました。インドネシア向けのアプリということもあり、インドネシア語が飛び交うイベントに緊張した面持ちを隠せなかったテテ。しかし観客にアーミーがいるということや、自分たちのことを知ってくれてる人がいると分かった瞬間にパーッと表情を明るくさせたテテの、その瞬間がたまらなく可愛らしかったです。司会者の方も韓国語が堪能で、観客席のインドネシア人の方たちとテテの会話をうまくつなげてくれていたので、テテも安心してトークに参加できたのではないでしょうか。また今回テテに指名してもらえたデラさんはかなり幸せな時間だったと思います。この出来事に関しては世界中のアーミーたちがとても羨ましく感じたことでしょう。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。